警察署です。あ、いつもの淡井圭介ですけども、はい、春山整骨院、介護職の連中4名外でタモロしてずっと喋ってますね。で、喋るんだったら建物の中で喋ればいいのに、もうかれこれもう10分ぐらい喋ってますね。で、以前のその撮影をしたらダメだっていうことを佐藤さんが言って、はい、他の警察官の人も言うでしょ、はい、そしたら例えばね、ポケットの中に、例えば撮影したままポケットの中に携帯電話を入れておけば、それだけで相手は絡んでこなくて、はい、去っていくんですよ、はい、だそういうような有効な方法は一切使えなくなる。だから外をしっかりと撮影しながら、特にこの家の中だったら、撮影して余韻にしておかなきゃならないんですよ。普通に考えたら分かる、誰が悪いかの決定的な証拠が映像として採取できるのに、それを拒否している警察官の人の言ってることが絶対おかしい。普通に考えたら分かることじゃないですか。でしょ。で、その方法を、他の一般人の人たちとかも使用した方がいいと思う。その有名になった人、それなかったら無理。本当にとりあえず撮影機能でボタンを押しておけば、例えばハイビーム当ててきていた今までの車とかもすぐに横に曲がるよ。これは本当のことですもの。だから、それで昔も、そういうふうな有効な手段は、使用しようっていうことになったのに、いつの間にか話がコロッと逆転していて、結局春山整骨院に、田中真紀子とかが出入りしていて、で、あいつも絡んできと、こっち側に思いっきり喧嘩を売るようなことを手叩きながら。で、この元辿っていった1990年のバブル崩壊の頃、何があったかっていったら、自民党とかが金をジャブ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 世間に流して、あっちこっち遊園地とか作って、で結局破綻して、それを放置していて、誰も責任持たずでって、これが現実的なところだって、ずっと同じことを繰り返してる。だからその知識をまず警察官の方たちで共有していただきたいのと、で余計な仕事を増やそうとする動きっていうのをまず徹底的にやめさせなきゃならないのと、あと多分あいつらが先ほども、今日通報しましたけども、多分家の中に電波で聞かせてくるバグを持っているんだと思いますよ。だからその辺のところで、春山整骨院に議員が出入りしただけじゃなくて、皇室の人たちも多分出入りしたんじゃないですか。で、同じような方法で僕の家の横とかを通り過ぎたりとかするから、だから結局だから皇室の人が弁護士つけてすぐに裁判をしていればよかったのが、これが形的にはまず皇室の人たちが僕に謝罪しなきゃならない状況になってる。客観的に第三者の国が見たら。だから2019年に皇居に僕が結婚希望相手を佳子さまにして、佳子さまも自分がキスしてきたことを言ってる。で、一部の人間はそれを知ってる。だから、皇居行った時にすぐに案内するっていう手はずだったのに、皇居行った時の案内しようとしてくれてた警察官とは別の警察官が、テレビに出るんだったらうがでええわとか何かわけのわからんことを言って、もうややこしくなったから、僕は赤坂御所の方へ歩いて行って、とりあえず入り口どこかなのところでぐるっと回ってみたんですけども、入り口は結局どこかよくわからなかった。誰に言えばいいかもわからない。結局両腕をしびれさせられて、要するに血液取られてる状態、逮捕しやすいように。で、その状態で僕はもう家帰ってる。もうこんなところ来ても無駄だっていうことで。だからそこまで追い込むような仕込みを、なぜそこの警察が結婚祝いで佳子さまで皇室の人たちに会いに来たって言ったのに、なぜ2019年にうわどうのこうのなんか言い始めた警察官がそこにいたんだっていうことになる。その警察官は誰だっていうことになる。議員が警察官の格好をして混ざってくるから。多分それとも何かしてしまっと。で、2019年の以降にコロナウイルスがばらまかれてる。今までの最近の通報した内容を聞いていただいたら分かる通り、やっぱりオウム真理教の線が強い。で、もともと日本は、朝鮮半島と台湾と満州国を併合していたから、中国からの船に来たことのせいにして、実際日本で作っていた可能性、これありますよ、十二分に、生物兵器。
早急に淡井圭介と高一の人たちが会って話し合いをして、今までの件、結婚話もそうだけども、その辺のところ整理整頓つけなきゃなんないのに、これをずっと放置してる。エネルギーの残存量問題に関しても。だからまあ今回の件の通報に関しては、そこの春山整骨院を警察の方で早く早急に解体すること、建物、それと、あとは、まあそこの上がどうのこうのと言ってきた2019年の皇居、あれは8月の終わりの方か9月ぐらいかな、その警察官どういう目的でそんなことを言ってきたのか、エネルギーの残存量問題をテレビに入れて説明する人間がいなかったから、こっちとしてもどちらを優先すべきかっていうことにやっぱりなる。で、なぜ介護職の連中をずっと野放しにしてるのかはわからない。警察の対応の仕方として。次ですね。これもこっちは途中で途切れなくなったのかな。あとはまあ警察の方や通報内容でですね。コンピューターの稼働の仕方の部分と、あと電気の関わり方ですね。あとまあ公室の方たちに関して、まあ、弁護士をつけてもらって、公室の方たちから、まあ、さっと物事を進めていただけていたら、すべて物事が丸く収まっていたと。まあ、眞子さまにしても佳子さまにしてもこの辺りを通り過ぎたりだとか、あと裕仁さまに合流された皇室の方もこの辺りは歩いていたんじゃないかなと、今年か去年ですね。ですので、ね、対象者の数が多すぎる。一時は議員さんも、歩いてましたので、だからスポーツ業界から何から何まででしょう。だから、人数が膨大すぎると。だからエネルギーの残存量問題ですから、まあ、余分な移動というものを、極力控えなければならない。だからまあ、こういうふうな、状況ですね。だからまあ、ある程度、その、指摘してその辺を改善しなかったら、これね、この26年間での往来の数を考えたらちょっと異常ですね。で、あとはまあ、スーパーマーケットとかの、売り上げとかが、まあ安定しなくなって、新しく店を出店される方とかがいるでしょう。人口がちょっとずっと縮小してるのに。だから現実そうじゃないっていうところを、しっかりと理解してもらって、特に黒い色の建物ってもう建てる必要がなかったものなんですよ。それを建ててしまってるんですよね。分かってて黒色に塗ってるみたいですね、どうやら。だからエネルギーの残存量問題をしっかりと考えてもらって、対応と。まあ、こういうふうな形になると、まあ、弁護士つけるに関しても、まあ、僕の携帯電話に電話をかけるというような形が一番、まあ、スムーズに物事が進んでいたと。まあ、あとは、河川水門会式玉発電と地下水流トンネル発電に関しても、まあ、各市長、大きな市の市長や、知事、国会議員の方たちは年収2000万円以上あるみたいなので、まあ、そういった方たちとかが、まあ、弁理士さん3人と、あと弁護士さん1人つけて、まあ、特許申請
というような形になるんですが、まあ、他の方たちはそうされてるみたいですね。まあ、弁護士さんもやっぱりついてるみたいですね。いろいろこう、あるみたいですので。で、まあ、特許申請料とかも、一旦立て替えておくからと。お金がその特許で発生したら、それで返済してくれたらいいからと。まあ、そういうような方たちとかはね、現れてくれたら、よかったと。で、正直、国会議員の方たち、あれだけいらっしゃるわけじゃないですか。で、各都道府県知事や、大きな市の市長の方たちまで含めたら、1000人近くいらっしゃるわけじゃないですか。1人、まあ、1万円とも言わずとも、1000円ぐらい出し合うだけで、100万ぐらいになりますから。僕、能登半島の地震で生活保護者ですけど、1万円寄付してるんですよ。それ考えたらね、後からそれでお金発生したらお金返済するっていう形だったらね、え、そういう方法でよかったと思うと思うんですけどね。一応、あと、これプラス別の動画で、まあ、その手の話をした時に、まあ、風当たりが強くなっているのか、まあ、この辺りそこそこ、まあ、風が吹くという現象はしょっちゅう見受けられるんですよ。で、それに関しては、まあ、台風が発生しそうな地点から風をあらかじめ取ってる可能性もありますし、その映像を見てもらったら、何を言ったらどういうふうにすればある程度の風が吹くのかっていうところが目に見えてわかるので、屋根の上に風力発電で、あとは河川のその日照効率の良いところに浮体式の太陽光パネルをとにかく敷いていくと、まあ、そういうような形の方がいいですね。で、それはやっぱり蒸発する水の量がなかなか、まあ、面積的に、あれだけ広大になるとなかなかバカにならないですので、まあ、浮体式と、あと、やっぱり日照効率の良さも、やっぱり浮体式の方がいいですね。まあ、街中だと、その影になったり、ビルとかが、あとは山とかが。で、まあ、河川にもよるんですけども、両サイドが山のところは、やっぱり日照効率悪くなると思います。日陰の部分の時間帯が多くなりますから。だけども、もうだだっ広いところの、河川の浮体式だったら、とにかく太陽が出ていれば、日光当たると。まあ、こういうふうな形になってくるので、あとは河川の水の蒸発を防ぐと。まあ、特に、7、8、9になってくると、7月、8月、9月ですね、浮体式の効果っていうのはかなりあると思いますよ。それね、計算してくれた世界の学者さんたちがいて、そういったものを世界中に設置すれば、どれぐらいの水の蒸発量が防げるかっていう数字出してましたね。まあ、とんでもない量になってましたね。